で、インプットしてから結果を出すまでのプロセスっていうのは5つの流れに沿っていくんですね。で、まず最初、情報をインプットする。情報ですね。で、その次に学んだ情報を、次知識に変える。自分自身の中に落とし込むってことですね。で、落とし込んで、あ、こういうことなんだなって理解して、それを知識に変える。で、それで次に行動を起こす。何かしらのアクションを起こすってことですね。で、基本的にはそのアクションを起こして、それで結果に結びつくっていうのはやっぱり難しいと思うんですね。一回最初何かアクションをしたからといって、それがすぐにいい結果にたどり着くんではなくて、まあ良かったり悪かったりっていう結果が返ってくると思うんですけど、それをフィードバックを受けて、そういう経験を積み重ねることで最終的にいい結果っていうのをつかむことができるっていう、この情報、知識、行動、経験、結果っていう5つのステップ、このプロセスを経ることによって、インプットから良い結果を得るところまでっていうのをたどり着けるんですけど、この結果を出すまでのプロセスっていうのをベースにして、結果を出すためのインプット術っていうのはコツが4つあるんですよね。その4つを1個ずつお話しさせていただきたいと思います。1個目が事前準備の段階でのコツがありまして、それを模様体不活系っていうんですけど、後で詳しくお話しますね。で、2つ目が知っていると思わない、知っていると思わないね。で、3つ目がアウトプット前提で受ける。アウトプット前提で受ける。で、4つ目が情報源を信じ切る。情報源を信じ切るってことですね。この4つなんですけど、1個ずつ説明させていただきたいと思います。で、1個目、事前準備ですね。模様体不活系って話なんですけど、模様体不活系っていうのは脳科学の用語なんですよね。で、どういうものかっていうと、今、パッと周りをこうやって見渡してほしいんですけど、見渡しましたか？で、何か赤いものって目に入りましたか？赤いものって何か思い浮かびます？で、でもう一回次に、今赤いものっていうのが脳の中にインプットされたんで、その状況でもう一回周りをこう見渡してほしいんですよね。そしたら、なんか赤いものが目に飛び込んできたりしないですかね？いろんな、いろんな、この模様体不活系って言い方したり、カラーパス効果とかってね、いう言い方したりもするんですけど、今僕であればホワイトボードのが向こうにあるんですけど、のペンがね、目に入って、あ、赤いものあったって感じに僕自身もなったんですけど、そういうのがおそらくあったと思うんですよね。で、これは何かっていうと、で、人はこう視界にたくさんのものがあるんですけど、それを脳の中で事前に何か予備知識というか、こういうものを探そうとかって思ってない限りは、視界に入っててもそれを認識できないっていうのが脳の仕組みなんですね。で、逆に言うと、そういうふうに事前の認識があれば、その視界の中からそれにリンクしたものを探し出すっていう効果があるんですね。だから、インプットの段階で何をする必要があるかっていうと、あなたが何かしらの結果が得たいですよね。で、その結果を得るための、その必要な情報っていうのを、こう飛び込んでくるようにしたいので、その結果を得るっていう、その最終的な目標ですよね。その目標を明確にしておきたいんですよね。この目標を得るために今学んでいるんだっていうふうに認識を頭の中にしておけば、その目標を達成するための情報がどんどん飛び込んでくるっていうふうになるっていうのが、この事前準備、模様体不活系って考え方なんです。なんで、あなたが何かインプットする状況の時は、絶対に目標、それをなぜ学ぶのかっていうのを一度考えた上で学ぶっていうのがすごく重要なんですね。それが一つ目の、事前準備、問題不活系っていう話です。で、二つ目、知っていると思わない、知っていると思わないっていうことですね。で、これはすごく重要なんですけど、おそらくあなたはこの動画を見ている、あなたは他の誰か、起業家さんがお話している動画を見たり、セミナーに参加したり、ビジネス書を読んだりっていうのをしたことがあると思うんですね。なんで、多分僕がこれからお話していく話も、あ、それ知ってるわとか、今の話は知ってる知ってると思ったかもしれないんですね。でも、そこを一度知っていると思わずに、それを自分ができているかどうかっていう目線で見てほしいんですね。で、結果を出している人は本当にすべからくそうなんですけど、僕もやっぱりたくさん学ばせていただいてるんで、たくさんのことを知ってはいるんですけど、誰かからこう学ばせていただくときは、本当にオールクリアっていう形で、何もまっさらな状況で受けるっていうようにしてて、で、何か聞いたときに、もちろん知ってると思ったとしても、あ、これできてるかなっていう目線で考えるんですね。で、結果を出してる人は、
インプットの時にその口癖が全然違うっていうのがあって、やっぱり結果を出し切れない人は知ってる知ってるっていう最初のプロセスで言うと、知識、すみません、情報、知識、行動、経験、結果なんですけど、その、情報をインプットして知識止まりって人はが結構多いんですよ。ノウハウコレクターとかって言われると思うんですけど、でこれは本当にもったいなくて、この人たちの口癖は知ってるってことなんですね。でそこでバンって終わりなんですね。行動に移さないっていう。でもやっぱり結果を出す人は行動を起こすっていうのが、まあ、本当に当たり前の話なんですけどあって、だからこれできてるかなっていうふうに問いかけるっていうのが、何か知ってるものに手壊した時の口癖なんですね。その口癖が変わるだけで全然インプットの質が変わって結果を出しやすくなります。で次に3つ目のアウトプット前提で受けるっていう話なんですけど、アウトプット前提で受ける、さっきのまたプロセスに戻っていくんですけど、情報、知識、行動、経験、結果ですよね。でやっぱり行動を起こさないと何かしらの結果を得ることはできない。なんで行動ありきで考える、で行動っていうところも視野に入れてインプットを受けるっていうのがすごく重要なんですね。まずはインプット学ぼう、で学んだものを次に行動しようっていう順番にしてしまうと、ちょっと時間タイムロスがあるんで、学んでる段階で行動もうこうやってアウトプット、あこれこうやってこうやろうっていうのを決めておくっていうのがすごく重要なんですね。僕も、セミナーとか受けたり何か学んだり本読んだりする時っていうのは絶対にメモを取りながらやるんですけど、メモの取り方っていうのがちょっと人と変わっていて、学んでる内容をみんな書くと思うんですね。でも僕の場合は、その右ら辺にちょっと線を引いて、まあ、ノートがあったらこう書いて、その右ら辺に線を入れて、ちょっとね、to do っていう風に書いて、その何をやるかっていうのをメモするっていう欄を絶対に作るんですよね。なんで何か学んでて、あこういう内容だなって、あ自分自身はこれをこういう感じでいつまでにやろうっていう、自分の中で to do っていうのはやることですよね。やること、いつまでにこれをやろうっていうのを決めておくことをそのメモ欄にバーって書いておくんですよね。そしたら情報をインプットしながら、まあ、知識に変えながら行動ってところまでもう片足踏み込んでる感じなんですね。で帰ってじゃあ何しようかな、復習してじゃあこれ明日からやろうかなって考えるんじゃなくて、セミナーとか、こうやってね動画を見ていただいたりとか、まあ、本読んでる段階で、あこれをいつやろうっていうのを決めてしまうっていう、そのアウトプット前提を作っておくっていうので、すごく行動に踏み出しやすくなるので、結果にそのに早くつながるっていうことなんです。なんでこのアウトプット前提で受けるっていうのがすごく重要になってるんですね、はい。で4つ目、情報源を信じ切るっていうことです。でやっぱり今たくさんの情報があふれてると思います。で聞いた話では、この2014年中の1年間に溢れている情報が行き交い、いろいろいろんな人が情報配信していると思います。 SNS とかブログとかで個人が情報配信できる時代なので、本当にたくさんの情報が配信されていると思うんですけど、がこれまでの2000年間で配信されていた情報量とほぼ一緒だみたいな話があって、ちょっとこれが本当か嘘かっていうのはあるんですけど、どうやってこれまでの2000年間の情報配信量を測ったんだっていう話もあるんで、ただこれは結構あり得る話かなと思ってるんですよね。で Facebook とか Twitter とか Google プラスとか、今であれば2ですかねとか、なんか新しいSNS がたくさんありますよね。でそれでみんな日々こう自分情報配信してるんで、でどの情報が本当に真実なのかっていうのが分からない時代になってきてると思います。だから何かこの情報を聞いてやろうと思って行動やったとしても、ちょっと良くない結果が出ると、でそれは経験の積み重ねで最終的には結果につながるとしても、あちょっと違うのかなと思って、じゃあ違う情報がいろいろ流れてくるんで、あこっちかなあっちかなって、なんかね右往左往して結局何も結果が得られないっていうことになってしまう可能性が結構高いんですよね、情報を信じきってないと。だから本当に一つあなたが信頼できる情報ソースを探してほしいんですよね。でまあ、信頼できる人を探してほしいっていうことです。この人なら信頼できるなって人を一人もう見つけて、その人の話すことっていうのをきちっと、もう信じ切って行動し続けるっていうのがすごく重要かなと思います。
でやっぱりやり続けないと本当にいい結果っていうのは得ることが難しいと思うんですね。ビジネスで結果を出していくっていうのはやっぱり何かちょこっとやってあ結果出たとかっていうものじゃなくて、積み重ねで経験を積むことによって何かつかめていくと思うんです。僕自身も一人というか二人組だったんですけど、二人組の起業家さんに本当に信じ切ってやり続けることでここまで結果を出させていただくことができてます。なんで本当に信じ切れる人を見つけて、その情報源を信じ切る、でやり続けるっていう経験を積んで絶対にいい結果につながるんだってところを信じ切ってやりきるっていう、まあ、根拠のない自信とかって言ったりもするんですけど、そういうものを持ってやるっていうのがすごく重要なんですね。はい、なんでこの、4つお話しさせていただいたんですけど、これから情報を何かあなたがインプットしていくときには、事前準備必ずしてください。もう四大不活系の話です。で、2つ目、知っていると思わない。絶対に知っていると思わないように、これできてるかなっていう口癖を持ってやってもらえればいいと、すごくいいなと思います。で、3つ目、アウトプット前提で受ける。絶対に行動を起こしてほしいんですよね。行動を起こすことでやっぱり何かしら変わっていくんで、で、行動を起こすためにそれを起こしやすいようにメモを書いたりトゥードゥー書いたりっていうインプットをしてほしいと思います。で、情報源を信じ切ると、やっぱり一度何かねちょっと行動して良くない結果があったりとか、でもそういうフィードバックがあったりして、それで落ち込んだり、あこっちがいいのかな、あっちの情報の方がいいのかなとかって思う時もあると思うんですけど、やっぱり本当に信頼できる人で本当に信頼できる情報源って決めたのであれば、そこを突き進む。もちろんそこの、なんかね、そこを信じきれるかどうかっていうのを判定はちゃんとしないとダメなんですけど、まずはそこを信じきれるっていう人に出会ったら、もうその人についていってほしいと思うんですよね、はい、っていう情報源を信じきるっていうこの4つっていうのを意識してもらえれば、インプットして結果をつなげることはかなり早くなると思います。